ねえ、しまじろう、見ててね、とっても面白いよ。何？見せて。いくよ。タコさんの頭をくる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 回すと、ほら、タコさんの足みたいに、粘土がニョロ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 出てくるの。ほら、うわー、すごいねー。面白いでしょー。本当のタコさんの足みたいだね。そうだねー。それから、このサメくんハサミ。わー、サメくんがハサミになってる。そう。これを直近で切ると、ほら、見て。ギザギザに切れるんだよ。わーい、楽しいねー。楽しいよねー。それからね、粘土を半分こにする。ワニくんカッター。半分こ。ほら、粘土を半分こにしたいときは、このワニくんカッターを使うんだよ。わーい、ワニくんカッター、すごーい。すごいねー。次は、このヘビくんヘラ、ニョロニョロ。これはどうやって使うかというと、ここで除菌。こうやって半分こにもできるし、このヘビくんの尻尾で、こうやって、こうやって、こうやって模様をつけたりできるんだよ。すごーい。ヘビくんの尻尾も使えるんだ。そうなの。それから、この伸ばし棒。何？どうやって使うの？この伸ばし棒はね、こうやって粘土を平らにしたいときに使うんだよ。すごーい。ほら、こうやって平らになっちゃったよ。すごいね。平らになった。あとは、この猫さんや人の形や鳥さん、こんな方もあるんだよ。わー、一個やってみて。わかった。じゃあ、この鳥さんの方をキューッと押すと、ほら、あっという間に鳥さんの完成。わーい、鳥さんの完成。あとは、この粘土板。いろいろな数字だったり、丸だったり、タコさんやお魚さん。こんな型で遊べるよ。ほんとだ、楽しそうだね。それからね、あと、こういう丸や四角の型もあるの。この型に粘土を入れると、パカってはめます。で、ちょっとギューってやると、あ、ごめんごめん、こっち反対だったね。ギューって押すとね、しまじろう見てて。わあ、なに？ギューって押すと、ほら、こんな風に四角ができるの。これをヘビくんの尻尾で余分なところを切っていくと、ほら、サイコロの完成だよ。すご
い、サイコロ。そう、こんな風に楽しく遊べるアイテムがたくさん入っているよ。ヘビくんヘラに、サメくんハサミ、それからワニくんカッター、それからニョロニョロタコさん押し出し器。しまじろう、とっても楽しかったね。うん、楽しかった。また遊んでくれる？うん、また遊びたい。じゃあ今日はもうおしまいね。みんなにバイバイしようね。じゃあまた見てね。バイバーイ。バイバーイ。